さて見ていきましょう。ワンピー側が浩二さん、龍剣、エレナの中から剣が出てきました。ツーピー側は幸男さん、剣、ヤン、ゴーキの中からゴーキ選出してきました。まずは同期対決。第1ラウンド。あー、そうですかって。大パンくるくるからピエまで。結構な殴り合い。お互い体力半分なくなっている状態から透かし投げ。ゲージはお互い1本。信頼と豪波動かな。あーとうまい。バックスから前捨て投げ。コンパ小足投げて中足陣内。これは痛い。さて体力ほぼ5分。ああガードしきっているが移動投げ。この削りは取れない。まずは第1ラウンドを取っていったのはワンツーピー側、幸男さんの攻撃。さてこの2ポイントの剣をできるだけ最初に失いたくない状態。あーと勝利カード大盤競争流。さて置き攻めは中足からあー EX 竜巻。ちょっと勝利出なかったか。中段は5番で止めてしっかり中足5波動。さて100機からここは投げ中足。さてまず1本目取っていったのは幸男さん。出てきたのは龍とヤン。浩二さんが龍で幸男さんがヤンですね。2本目見ていきましょう。まず幸男さんが1本取ってからの2本目。このルール上やっぱりヤンと龍が非常に強いと。ワンポイントの中ではかなり上位に来るのではないでしょうか。ヤンの嵐の力、そして龍の安定感。あーっと強勝龍打ったがガード。体力リードはヤン。 EX トロで押していく。画面端前方転身トロドット残って後ろに下がって中足。1ラウンド目取っていったのは幸男さんのヤン。第2ラウンドお互いゲージ1本から中足灼熱。置き攻めはコアコパ中足。ここで鎖骨一気に体力リード。コパ投げが通って画面端、ヤンの画面端。ここは強気に中足波動返していく。リュウはまだ体力リード。ゲージお互い1本だが画面端あっと出し切りだが EX ソーロ前方転身前進やってくる。ちょっと体力が心もとない。あーピヨった。取ったのは幸男さん 2-0 ですね。
昇竜昇竜されてもうた。さて見ていきましょう。3戦目ワンピー側が堀さんの剣、スピ側サチオさんの矢ということで見ていきましょう。第1ラウンド、まず体力リードしているのは矢、3分の1ほど奪ったところで下風呂から通ろう。さて投げて画面端入れ替えた。お、見えてる昇竜投げて画面端から抜けたい。出し切り、スタブロ取ってる。おいしい灯籠が入って、最後どうする。大パンから飛んでいった空対空。第1ラウンド選手していくのは幸代さんのヤン。さて第2ラウンド、ゲージは陣内が1本、全球体もたまりましたね。さてお互い落ち着いて距離を取りながら立ち回っていく。スタブロから EX 灯籠。さて奥攻め、あーと投げがお互いスカルが灯籠を決めているのはヤン。ヤンのターン、なんとかガードしきって一旦距離を離す。陣内が2本あるのでなんとか当てれば体力的には一気に5分以上に持っていける。さてここで EX 灯籠入ってヤン体力リード投げて画面端中段通るんでなかったか、取っているが、アードの EX ソロを考えて、これ陣内が3本たまる。投げが通ってしまう。まず1本目取っていったのは幸代さんのヤン。さて残りキャラ幸代さんが剣5。さてここで剣を出してきた幸代さん、対する堀さんは竜を選択。道義対決でいきましょう。第1ラウンド、あ裏回ってる、うまい。ターゲットから投げて画面端後ろ歩きから投げ、いやらしい。さて一気に体力半分奪った。なんとかこの画面端から抜け出したい。ここで剣に陣内がたまる。抜けて画面中央めくっている。ターゲット波動陣内 PA まで勝利返して。さて奥攻め、中盤から中足から投げ抜け、灼熱打ってなんとか起点を作っていきたい。攻めの起点を作っていきたい。体力リードは剣。さてここで陣内が1本溜まった。体力ドット、すごい。投げてワンチャンあるか、素足から投げているのは剣。ここで幸代さんリーチ。第2ラウンド、ゲージ状況はお互い1本持ちからうまい。陣内見えている。さてハイジャンプを決めます。
前風呂取ってコアコア中出し差し返し狙うスティープから剣が投げて竜が投げ返す画面中央までお互い無理はしない。どっちが触っていく突っ込んだここで剣が投げていく一気に画面端まで中段立ちくらいおお何じゃそりゃ波動ミスターがダイヤしていく2段取って灼熱で返していくさてここは投げなんとか真空を当てたいが一旦距離を離す落ち着いている体力リードは剣だが竜にはゲージが1本あるさてドットあーっと波動拳が当たってしまって勝ったのはサチオさん 2-0。 Fight!
めちゃめちゃ緊張しましたね。社長さんが2位でいますけど、出たいかなという方いらっしゃいませんか？今から全員と連戦になれますが、どうかな、どうかな。さて見ていきましょう。ワンピガは浩二さんの龍、対するセフィガは堀さんの剣ということで、まず1本目第1ラウンド見ていきましょう。道義対決、まずは人体が溜まっている状態からじりじり画面端までラインを上げて差し返し、うまい。人体返して PA まで無理をせず一定の距離を保って、松原いい灼熱。まずは第1ラウンド落ち着いて取っていったのは浩二さんの剣。さて第2ラウンド、まあ、突っ込んでいくのは剣、画面端まで一気に寄せて小判体育おしゃれ。さて、しかし投げから投げ返して今度は竜の画面端に勝利で返していく。さて、コパコアコパ人雷 PA から小決めは中盤投げゲージある。さて、しかし投げ、この体力差どうする。真空はあるが、どっかで攻めの起点を作っていかないといけない。さて、コアコア真空。さて画面端中出し大盤からリープ。さてここで投げられる、この体力どうする。もう一回投げて一本目取っていったのは浩二さんの剣。さて見ていきましょう。二本目、浩二さんは竜、堀さんは剣を選択。一本目と同じ道義対決。まずは龍が体力リード。さて投げて龍は電陣ですね。さて起きてみね、電陣2段ブロッキング取って中盤体育。さてこの体力差厳しいか、小パンの体育がうまい、ビシッと返していく。さて投げて、まだワンチャンあるよ、大ですからコアコア陣体うまい。さて分からなくなってきた、ブロック最後は中出し。ここで浩二さんがリーチ。さて第2ラウンド、まず灼熱でゲージを吐いていく堀さんの剣。体力リードは龍だが、しかし投げ画面端リープ、龍相当使い慣れてる。さて剣のターン、投げが通ってお互いゲージ1本。あと、ダイヤシガードから投げ、この陣内でどうなる、1、2、3発目からの陣内返していく。さて強気、奥攻めはターゲット、後ろ下がって、ダイヤシ、ダイヤシ溶かして、今度は竜、奥攻め、前ブロから投げてターゲット、あーゲージがなかった。さて、わからない、竜巻で突っ込んでくる、怖いって、投げてる奥攻め、どっち、あーっと後ろに下がって中足。
さて堀さんの剣が粘って1-1からの第3ラウンド。中足灼熱、まず体力リードは龍。さてお互いゲージが1本ある状態から、おっと陣台までつなげなかったか。さてリープから投げて後ろに下がって無理言わせずしゃがみからもう一回投げる。あっと画面中央まで戻ってきた。昇竜風呂から中足陣内落ち着いて、さて体力残りドット、ゲージは使わない、ゲージは使わない、一灼熱、あ怖い怖い怖い、投げて、さて陣内タイム、陣内じゃないですね、電陣タイム。最後は灼熱風呂が取れなかった。ここで堀さんが1本取り返して残りキャラが、あえさて見ていきましょう。エレナ同キャラ、ワンピー側のちょっと黒い方が浩司さんで、ちょっと赤い方ほてってる方が堀さんのエレナとなっております。まずは第1ラウンド、 SA はお互いブレイブのやつですね。さてエレナが入り乱れる、背景も相まって分からなくなってきた、どっちだったっけ。体力リードは浩司さんの黒い方のエレナですね。ゲージが1本溜まっている。さてエレナ同キャラ戦、これはなかなかお互い牽制無理はせず、大 K 大 K から中段一気に連携持っていくが、これは使っている、かかわない、下が投げてこのドットをどうする。最後は下段、まず1ラウンド目取っていったのは浩司さんのちょっと黒いエレナですね。さて第2ラウンド、プロから体育スタイルグリードは堀さんのエレナだが、浩司さんにはゲージが2本ある。さて大足から投げて強気に投げて、ここは勝利で返していく下段、ライの方投げ、この連携ちょっといいですね。あーっとここで中足からの SA が決まって、体力ドット最後どうする。もちろん打っていく、勝ったのは浩司さん 2-1 ということで、もうガチとは言ってみたんですけど遊びでも大丈夫です。さて見ていきましょう。急遽始まりました、2014年9月、今日は6日ですね、のスタート1人 3-on-3 大会後5本ガチということで、本日優勝が幸男さんとなりました。ケンヤン豪気使いで 2P 側に座ってみんなで乱入しようという回です。さて剣を選択、対して 1P 側浩司さん出てきました。龍前陣を選択、メインキャラが龍なんですかね。体力リードは龍でお互いゲージ1本、さて体力5分に並んだ中段立ってる。まずは1本目、あーっとスカってる、おいしい。さて残りドット投げた、まず1ラウンド目取っていったのは浩司さんの龍。第2ラウンド、中盤陣内しっかり確認、落ち着いている。大き攻めハイジャンプからそれ投げて、ここで電陣フルヒット、ドット残っていいですね。あの竜巻であそこで PA 一回打てるんですと、ここで一回 PA 打てるんですとバッチリ打っていく。体力リードは剣、もう一回投げて貪欲に垂直ジャンプからバックステップダッシュ、独特のリズム、中足を刺して幸男さんが1本取り返していく。さて第3ラウンド、わあうまい、見えている、足払いに陣内返し、これは痛いダメージ、投げて下風呂から昇竜、昇竜、さてリープ、待っていたかのように中足陣内、最後は大パンでまず1本目取っていったのは幸男さん。さてさ、
ごめんなさい、負けました。ちょっとダメですね、なんか緊張しますね。もう対空ですね。なるほど、対空も役割を持たせつつということで、さてさて、サード軍団3人目は堀さんが出てきました。サード軍団といっても4人、3人しかいないんですけどね。この中でも俺は最弱。さて見ていきましょう。第1ラウンド体力リードは剣ということで、じゃないわあですね。あ、いつの間にかキャラが変わってる。さてユリアになっている。挟み込んでヘッド置き攻めは投げは抜けてエイジスダッシュ投げ。さて置き攻め、あっとここはクイックエスケープで壁には挟まらないが体力が一気に取られていく。投げてターゲット後ろに下がって陣内2回当てたら倒せる体力。肘ガード、さて投げている。まだエイジスはない。下風呂から投げて怖怖あちょっと怖い。さてここで壁が1枚溜まった。残り25カウント。ここで突然出てくる2タックル。さてここでタックル1本目取っていたのは沢長さん。さてこれ負けてしまうと勝ち越しが決まってしまうんですね。そういえば、さて挟み込んでガードしきるが肘当たり。ユリアン体力リード。さて投げて、あー取ってなかったか。陣雷が3本ある。なんとか使っていきたい。ここでゲージを吐いて、ここで陣雷漏れちゃったか。中盤ヘッドタックル、タックルからのウェイジス。3本目取っていったのサシオさん。さてさてどうしまくて、タバコが筐体では吸えないっていう、僕もねちょっと吸おうかなってとたまになるんですけど、あ灰皿ねえわで気づくっていう。さて見ていきましょう。5本勝ち。4本目出てきたのはコウジさんの竜。今度は真空波動拳になってますね。通ろう。ここは勝利で返して体力リードは龍。なんとか僕たちの一本をもぎ取ってほしい。投げて灼熱1ラウンド目選手。さて第2ラウンド
開幕灼熱から一気に画面端まで吹き飛ばしていく大パン置き攻め。今度は投げているのはヤン、竜巻で一気に戻っていくが EX ソロで追い打ち。さて体力5分、くるくる、あー灯籠が間に合うんですね。あれ前方転身中足 EX、 さてスタンゲージがこわー使っている、ピヨッター、あのスカリはわからん、同情しミスかなですね多分。さて1時からの第3ラウンド、開幕前方転身1灯籠、ダメージ取っているのはヤン。さて垂直ジャンプから雷撃のタイミングを伺っているのか、リュウが投げて下風呂から大あーっとミスるが体力はリード。垂直ジャンプどうしたらいいんだあれ、中足灼熱、体力リードはリュウ。さて真空圏内灼熱で返して画面中央コロコロ投げ抜け、このドット前風呂から、さて分からないぞ投げて、ようやく1本目取れましたサード軍団。よいしょ、あ社長さんこれで今日初の負けですね。いやさて最後5本目見ていきましょう。出てきたのは堀さん、赤い剣ですねが堀さんで、黄色い剣が社長さんと剣同キャラ。まずは第1ラウンド体力リードしているのは幸代さんの剣。さて陣内ガード、あーと爆せ、堀さんにはまだゲージが1本ある。さて陣内この距離で当ててくる、奥攻めは無理はせず EX 竜巻、剣が入り乱れる、どっちがどっちだった、黄色い剣が体力リード、大パンで対空。さて残りドット 1,2,3 あれ回ってるなんじゃそれ後ろ回ってったまず1本目1ラウンド目選手したな社長さん、第2ラウンド、おーっと漏れている、かなり押したか、惜しかったか、距離が少し遠かったか。まず体力リードしているのは堀さんの赤い剣ですね、投げて中盤から無理、あーうまい、大足が見えている。さてハイジャンプから、おっと赤い剣が投げて、こわこわディープ一連の連携。さて奥攻め、投げは抜けて、体力わずかにリードしているのは剣、黄色い剣だが、アンピー側にはゲージがある。ここでお互いゲージが溜まって、うますぎるだろそれは、中足に陣内返し。さてディープガードして、なんとか下風呂からの勝利、勝ったのは幸代さんということで、5本勝ち幸代さん4、